4セットを適当に連結して動かした状態キューブワールドは米国で、ラドカゲームズが2005年より発売している電子ゲームである。日本ではバンダイが2006年より販売している。この一辺 47mm の立方体の形をした電子機器は液晶ディスプレイと操作用のボタン3個を備え、コイン型リチウム電池で動作する。内部に収められた 電子回路には置かれた向きを検出するセンサーが取り付けられているほか、筐体の上下左右に取り付けられた通信端子に接続されている。設定上、内部に棒人間と呼ばれる人間が入っており、様々な仕草を見せるようになっている。棒人間は筐体を横倒しにしたり、上下逆さまにするとひっくり返るほか、放っておくと様々な仕草を行い、これを眺めて楽しむ。 またミニゲームが内蔵されており、ボタンの一つをタイミングよく操作することで遊ぶことができる。さらに放っておくと、棒人間は寝てしまい、画面が黒くなってしばらくすると電源が切れる。この玩具で特徴的なのは、その上下左右にある通信端子でキューブワールド同士を最大16個接続可能なところにある。この接続は、 端子部分を重ねると磁石で吸着するようになっている。接続することで相互の棒人間がキューブ内を行き来したり、一方の棒人間の仕草がもう片方に影響したり、複数の棒人間が一つのキューブ内で共同作業的な仕草を見せる。なおキューブ内を移動した棒人間は接続が立たれると自動的に元のキューブに転送される。この 接続して遊ぶという性質のため、一つのパッケージに二つのキューブがセットになっており、基本的に一個単位のバラ売りはされていない。いくつかのシリーズが発売されており、日本国内では2010年現在4シリーズ8種類、米国ではさらに大型のキューブが発売されている。 その各々は名前と個性が与えられており、キューブの種類によって、棒人間の仕草やミニゲームの内容も違いがあるほか、他のキューブと組み合わせた、サイのリアクションの種類にも変化が現れる。ありがとうございます。